北海道道86号白尾洋滝線は、北海道白尾院郡白尾町と、伊達市を結ぶ道道である。別名、四季彩り街道とも呼ばれる。支線が存在する。白尾町森野伊達市大滝区三階滝町の間は、1月から4月下旬まで冬季通行止めとなる。なお、通年通行を可能にするための改良工事が行われている。同区間は、 着工から20年をかけた難工事の末、1998年6月7日に開通した。両自治体の協会は2002年工房により、ほろほろ峠と命名された。対正年間に白老特春別館道路が開削されたという記録がある。人が通れる程度の道路ではなかったかと考えられる。白老と大滝を結ぶ路線が堂々になったのは、 1954年3月30日認定の、堂々81号を滝白追停車乗船が、最初である。その後1957年7月25日に、旧堂々81号を廃止し、道道203号、白追肝別船となった。現堂道,道認定により、旧堂々203号は廃止された。白追町森野は、上別シカルルスと、 並び北海道内でも有数の豪雨地域。北海道道86号、道道標識支線支線は、石山台通と呼ばれており、白尾市町中心部と道庁、萩野、北吉原地区を結ぶ道路が、実質国道36号のみであったことから、JR 北海道室蘭本線の北側を通る、新ルートとして建設されたものである。には、 石山工業団地がある。この枝線は未開通区間があり、室蘭線と交差して国道36号交点を起点とする予定になっている。ありがとうございます。